小山遊園ハーベストウォークは栃木県小山市北沢にあるショッピングセンターである。開業は2007年3月29日。2005年2月に閉園した小山遊園地の跡地を利用して、デベロッパーの株式会社ザイマックスプロパティズの主導により再開発された郊外型ウォークスルーオープンモール形式のショッピングモール。大小を合わせて、 約70店舗の専門店で構成されている。再開発時のメインコンセプトは、遊園地の記憶を残す点で、通常 GMS にはない、街歩きをコンセプトに取り入れた方法が、当時の注目を集めた。開発は、第1期と第2期に分かれるが2007年3月と4月で、いずれもザイマックスプロパティーズ参加のザイマックスキューブがデベロップメントを担当。ヨークベニマルは、 売り場面積八百八十六坪で、投資額六億円。ケイズ電機は売り場面積千坪で、投資額は約七点五億円だった。その後、第三期と第四期開発を行い、スポーツデポとフードパーク、シネマハーベストウォークをもって、全面開業をした。全面開業時点の事業主体は SPC で、敷地面積は約十一点三万平方メートル、延べ床面積は、 約7.6万平方メートル、店舗面積は約4.3万平方メートル、総事業費100億円、年間売上目標は200億円だった。その後、2017年10月7日に施設がリニューアルオープンした。これによりモール内にはメリーコーランドタウン、パークタウンノース、パークタウンイースト、パークタウンウエスト、パークタウンサウスの5つのショッピングエリアとウォータープラザ、 ハーベストプラザ、メリーゴーランドプラザなどの多目的な屋外広場がある。同施設のランドマークとして、メリーゴーランドプラザに小山遊園地から引き継いだメリーゴーランドがあり、またアトラクションに使用されていたコーヒーカップの一部が休憩用ベンチとして設置されている。施設全体のコンセプトはショッピングインザパークである。メリーゴーランドメリーゴーランドタウンの店舗、 バーウェストアベニューパークタウンサウスの店舗、パークタウンノースの店舗とウォータープラザハーベストプラザの全景ハーベストガーデン小山駅西口近くの小山国際第一ホテル前より無料シャトルバスを平日30分間隔と休日15から30分間隔で運行していたが2020年4月1日より大バス化され有料の路線バスとなった。さらに同年10月より 小山駅の発着所が西口ロータリー内に移設された。オーバスカゴも小山駅からハーベストウォーク間の利用かつ学生証等の提示がある場合のみ学生は運賃無料となる。ありがとうございます。